こんにちは、ポネヨです。ユニコーンオーバーロード続きからやっていきたいと思います。前回ね、このドラケンガルトやっていったんですけど、ちょっとね、歩いたら最後ここ一つありました。ただね、レベルが高いので、ちょっとね、今回はこっち側やっていきたいと思います。さあ、ドドドドドドドなんかね、敵が違うよね。ドゥームナイト。なんせさ、敵の種類が増えて、それ私が対処できるかっていうのがちょっと心配なんですけど、ルテンの族、エルヘイムにもゼノイラ軍と戦う組織があった。人間ながらそのエルヘイム義勇軍の団長を務めるセレストは、アレイナ解放軍に何か力を貸してほしいことがあるようだ。ということでね、やっていきたいと思います。ちょっとね、こっち側来るの久しぶりすぎて、本当に敵のあれがわからない。頼みたいことがありまして。この子も仲間になるのかな。一体何が。ここから南東にギュールクッカという小さな町があるのですが、その町のエルフたちが黒爪盗賊団に囚われてしまったのです。また黒爪海盗賊団。黒爪盗賊団だと。なぜこんなところに。許すまじですね。ゼノイラ軍が黒爪盗賊団を招き入れました。マジか。彼らがエルフたちを捕らえ、軍と取引しているのを見た者がいます。そんな非道な行いを。お願いです、どうか町の人たちを救ってください。やっぱお金のためにいろいろ動いてんだね、黒爪盗賊団。奴らとの決着、ここでつけましょう。ここでつけましょう。ああ、状況は分かった、すぐに向かおう。なんでロルフが横にいるんだろうと思ったら、そういうことか。かわいい。かわいい。この少女かわいい。どうなるのでしょう。いや、エルフかわいいね。大丈夫よ、落ち着いて。この人も兵なんだ。彼らの様子を見る限り、私たちは大事な商品のようです。いやー、大事な商品。下手に動かなければ傷つけられることはないでしょう。怖いよ。だけど分かんないよ、どうなるか。あ、久しぶりに見た。コロニアの反乱軍がこっちに向かってきてます。反乱軍だと。あいつらまた俺の邪魔しようってのか。いや、また悪事してんのかよって話なんだけど。いいだろう。やだこの人。こっちには心強い味方もいることだ。なんでそんな味方が増えるの。いつかの借りをここで返してやる。やだ。またいるギャメル。あれがクルークッカの町です。黒爪盗賊団のギャメル、あの時に仕留めておくべきだったか。本当だね、逃げたからね、あの防衛の人たちやって。一方道のようですが、敵の数が多いですね。目闇に近づくと囲まれてしまいます。過去撃破を狙ってはいかがでしょう。いけっかな。ギャメル今度は逃がさないぞ。ほんと逃がさない。リグの本拠地が制圧される。ギャメルを撃破する勝利条件。行くぞ。さあ、アレイン行くぞ。アレイン、もう最近困った時のアレインだね。どう出るべきか。でも牙が多いね。いや、牙が多くても倒せんだ。行くぞ。けどこの辺は やっぱりあれだよね、ロルフに出てきてやってほしいなと思ってしまう。でもこの飛行部隊がさ、そんなにだね。ここぐらいしかできない。あ、ケンちゃん、目標確認。テレストに行ってもらって、アレインこれ取って、でロルフここでいて援護射撃できるかな。出撃する。これでいい。
あ、帰ってったね。これはありがたい。あ、これ爆弾だ。爆弾がある。え、とりあえずこいつを倒さなきゃいけない。で、向こうに行っちゃったもんだから。どうしましょうか。どうしよう。こっちも範囲だよね。なんか知らないけどルートだよね。ルートだよね。ここいっそのこと中継にして、ここでいるのありだよ。空から向かいます。うん、空からしかできないことがあるきっとねきっと意味があるのかないのかはよくわかんないけど、どの道さ、そんなに標的は誰だ、そんなに戦えないからいいかなっていう。倒せないんだ、マジか、はい、じゃあ誰出せばいいんだ誰出せばいいのか本当に分かんない。スカーレット行こうか。回復もできるしね。どうするの。本当嫌な出したいんだけど、ね、やっぱあれだな、スカーレットのところにさ、スタミナ回復できる人入れといたらいいのかもしれない。おい、来るんかい来るんかい。好きにはさせない。アシストはいらない。勝利を積み重ねよう。レベルが上がりません、アレインたちレベルが上がりません。どうしよう、なんかもうちょっと入れ替えた方がいいのかなって思っちゃう。いや、しかも必要じゃん、ヤーナたち。ヤーナ早く、ヤーナ来て。私が出るわ、指示をくれるかい。テレポート、あ、2位いるわ2位必要だね。魔女の力見せてあげる。あー、だけどヤーナたちでも任せといて、倒せない。え、ここに駐留したらいいと思う。やったぞ、よし、倒せた。考えるな。ここに砦、よし、ここにいて、ここにいて、もう全部引き受けてもらえばいいと思う。やんもうこれ嫌だ、お金。もうすぐに会いましょう。取られたものを取り返さなければ。さて、誰に取られたのか分かんないんだけど、こいつか、こいつか、減っちゃうからさ でもあれだな、向かおう、考えるんだ。クイックアクト、なーに、どうしよう、ロイヤルオーダー、ダメだ、何を使えばいいのかわからん。これ好きにはさせない。勝利を積み重ねよう。これ早くさ、私だって早く回復部隊がでもいいからさ、駐留してもらって。いや、もうアレインが駐留する方が早いな。よし、もういいわ。500ぐらいだったら帰ってどうぞ。ここだな、帰ってどうぞ。さあ来い。もう アシスト入れとこ、一応。よし、アレインばっかり戦うっていうのもやっぱ良くないっちゃ良くない気はするんだけど。どうするのどうしよう、どうするのだよ本当に。分かったわ。ええ、指示をくれるかい。いやな遅いな。ええ、いやなモロルフも遅いな。早く来てくださいよ。やん、俺が相手だ。またそうなっちゃうね。やったぞ。経験値がもったいない。彼と急いで。任せて。ちょっとスタミナ回復するから。スタミナ回復するから。了解しました。よし、これで。なんとかさ、こっちいっぱい来てるからさ、この辺に回って倒してもらえないかな。なんならこいつでもいいよ。行きます。ちょっと
すぐに動いた方が良さそうね。またやられた。いっぱい取られた。これはまずい。これはまずいですよ。どうしましょうか。これはまずいですよ。空から向かいます。ねえ、誰こっから出せるんかな。考えるんだ。あ、出せる。ジョセフ。出陣します。え、ジョセフ。なりと。スキル。ヘビースイングで全員やってやりましょう。あ、入る。すごい。けどーん。これで私めにお任せを。あ、ダメージが入らないですね。これではいけません。こっち行こうか。そしたら当たっちゃった。作るがいい。当たっちゃいました。アシストいらないな。アシストさあ、あっちに行ってくれた。そしたらもうアレインがしっかりこのお金取った人たちを退治します。で、標的は誰だ。砦に駐留、はい、進む。私だって。で、こうしましょう。いいわ。よし、負けないわ。この調子ね。あれだね。スカーレットのスタミナもさ、大変なことになってきてる。頑張らないと。さあ、ここ見張り台任せて。やっちゃってください。手加減はせぬ。行きましょう。ジョセフ、操作もありませぬ。これで何なりと。いけないかな。うわ、ダメージ食らうだけだ。いや、本当に当てらんないんだな。こっちに行こう。のままに。アレイン進んで、アレイン全力、アレイン全力疾走。あなたたちも全力疾走してください。お願いします。進もう。あなたたちもお願いします。とりあえず目標ここにして。頑張れ頑張れ。今から用意どんだ。傭兵と侮ったか。いかがいたしましょう。どうしようかな。当たると困るから、もうここで止まっててもらって、しばらく何なりと。よし、そしたらここに来て。かしこまりました。止まらないで。スカーレット、スカーレット止まっちゃいけない。止まっちゃいけない。分かったわ。行ってください。有効に使ってまいりましょう。引き寄せ、そうだ、あったキャトラクト。さあ、持ってたか分かんないな。まあ、これでいきましょう。アシストいらない。よしよし。3446ゴールド取り返した。どう出るべきか。ちょっと避けてね。ちょっと避けてこいつに仕掛ける。で、ジョセフ、私めにお任せよ。ジョセフ、ここだったらいける。仰せのままに。いいね、いいね。で、やーな、さ、飛んできても指示をくれるかい。テレポートしてください。え、どこ。アレインところまで来れる。来て来て、ちょっと。よしよしよし。これでもう一回切る。バイタライズ。あ、入らない。あ、いけたいけた。ここで2部隊入るならラッキーラッキー。全力で応えよう。アレイン入った。あ、入ってる入ってる。指示をくれるかい。ここ行こう。ええ、手加減はせぬ。で、アシストの方を私が援護する。入れよう。あ、それでも倒しきれないのか。まあまあ、でもいっか。すんごい回復力、めっちゃ回復してくる。みんな、みんなとりあえずここに行こう。うん、アレインだけちょっと追いかけてもらって。そうだ、私が相手だ。これはこのままでいい。初めてジョセフのレベルが上がった気がする。ジョセフが赤くなかった。で、
どうしようかな。ガーレットに入ってもらうか、ジョセフに入ってもらうかなんだけど。ジョセフに入ってもらうか。かしこまりました。頑張らないと。で、ちょっと進んで、ここまで行っといてもらう。いいわ。でさ、そう、ここにさ、役に立てるよ。頑張ります。止まったままだったから、ちょっと行っといてもらう。こう。行きます。頑張って。頑張ってください。標的は誰だ。遠いな、ロルフ。了解しました。追いついた。よし。俺が相手だ。やったぞ。よし。帰ってきた。お金たくさんあるからさ、こんなに必死に取り返さなくてもいいっちゃいいんだけどな。さて。でもな、ヤナとかに倒してほしいな。ちょっとアレン休憩しよう。こっから。見旗を掲げましょうぞ。で、ここで、魔女の力見せてあげる。バイタライズ。もうちょっと。どう出るべきか。アレンが戻ってこなきゃダメよ。向かおう。到着した。えい、ボタンが分かんない。いや、行くよ。こう。よし、これで全員回復できる。やりましょう。そして何なりと買うファーストエール。もうほんとさ、ファーストエールとヘビースイングとさ、そうだった。まださ強くしてないから、フラウじゃないと範囲にならない。フラウで範囲にかけてもらう。お力になります。ファーストエール2、これでいいですよ。ロルフ入ってないけど、それはいい。頑張りますよ。で、いかがいたしましょう。あ、戻っちゃった。手伝いさせていただきます。戻っちゃった、ジョセフ。ちょっと出陣します。私めにお任せ。間違えた。で、こうしてさ、こうしたらいいんじゃない？そしたらみんな早い。オッケー。やってみせるさ。これでいいでしょうよ。頑張れ。どうするの？指示をくれるかい？ああ。任せといて。私だって。あ、こっちだったら倒せる。分かったわ。で、フラウ。お任せください。フラウは海の方から行っちゃおう。はい。そしたら、で、お呼びですか。ロルフ。ロルフはいいや。で、考えるんだ。あれいいよさ。これを取りに行くだけ。行くぞ。これを取りに行く係にしよう。ロルフ。標的は誰だ。ロルフはとりあえずこの辺行って。よし。来なさい。魔法いらないマアシスト。オッケー。順調よ。順調よ。頑張らないと。誰が倒せる？やめるを。いいわ。魔女の力見せてあげる。ほ、言って、あ、間違えた。指示をくれるかい。とりあえずヤーナと、ええ、みんな、アレン以外みんな行こう。お呼びですか。アレン以外みんな行く。はい。誰が早い。私だって。ガーレットここ来てさ、キャンプしよう。任せて。みんな来る頃だと思う。次は何を？一度だけ使ってもいいかな。いいにしましょう。どうするの？あ、いいわ。頑張れ。いいものを手に入れた。次はどうすべきか。フラウがさ、お力になります。ちょっと向かいます。どこいる？遅いな。遅いな。で、なんか技ない？技。ワイルドラッシュ使ってさ、あ、いいや。
ガキ倒してもらった方が良くない？私だって魔女の力見せてあげる。ここまで行って任せといて。標的は誰だ？近づこう。了解しました。ほら頑張って。容赦しません。アシストはいらないね。甘く見ないでくださいね。先手を打つフラウ強すぎる。あの素早さ高くなるアクセサリーつけたら超強い。どうしようかな。誰戦ってもらおう。ヤーナたち、ヤーナ好きだからヤーナたちにやってもらおう。行くよ。いけるやん。行ってください、うん、頑張れヤーナ。覚悟しなさい。ヤーナ対ギャメル。本当はさ、ロルフにやらせてあげたかったんだけど。後方支援は任せろ。これでゼロになるなら支援しましょう。解放軍、またお前たちと会えるのを楽しみにしてたぜ。私は楽しみにはしていなかった。あん時の恨み、もうたっぷりと仕返しさせてもらうからな。完全に逆恨みだからね。悪いことしてんの自分だよって言いたくなる。くらっとけ。さあ来い。でも地味にね、この毒きついよね。けえ、後ろにいるんで。本当は前衛でもいいぐらいだよね。この休みましょう。あの食の名前が思いつかない。思い出せないけど、バイキングだったっけ。前でもいいかなとは思ってはいるんだけど。覚えてくれよ。当たった。当たればなんとかなるんだよね。もうでも当たんないことなんだよ。待機、回復なんてする必要ないぐらいの感じだね。当たってほしい。ゲー、よしよし、回復がいなくなった。もう一人だよ、もう一人だよ。さすがです、さすがです。まだまだ現役さ。バージニア姫さすがです。順調だね。主導線の、主戦度か。読み方、主戦度の腕輪を手に入れた。だって PP 減るんだやったら使わないよ。あ、ゴールデンク、いいね。ゴールデンク前より簡単だったかも。ドラケンガルトよりも経過がまだ今回マシだったね。エルフばっかりじゃないから。エルフばっかりだともう白目向いちゃうぐらい強いんじゃないかな。そんな気はしている。あ、メーテランク上がった。あ、めっちゃ嬉しい。 B から A に上昇した。永遠に花火。囚われた人たちの様子は？はい、おかげさまで皆さん無事でした。よかったよかった。くそが、またいたか。俺が稼がねえと、あいつはいつまでも狭い部屋から出られねえんだ。まっとうに稼いでください。まだそんなデタラメを言うのか。本当だったとしてもだよ。本当さ、あんたらには分かんねえだろうが。本当なんだ。天罰が下るなら俺に下ればいいんだ。本当は優しい人なのかな。なんであいつなんだよ。妹、可愛い妹なんだよね。なあ、俺が死んだら妹を治してくれるのか。病気はさ、完治するものとしないものがあるからさ。誰かあいつを病から救ってやってくれよ。医療の発展を願うしかないよ。妹さんの状態について優しい。セレスト、もしかしたらお力になれるかもしれません。天使じゃないか。天使は実際にいたんだよ。その手紙を持って妹さんと私の父を訪ねてください。すごい、解決しちゃうのテレスト。本当本当。フラウト2枚看板。医者としてあなたたちの力になってくれるはずです。
お医者さんなんだ、お父さん。あんた、なんで？なんで？私は大切な人を守るためにあなたたちと戦いました。あなたも妹を救うために命がけだったのでしょ。すごい、疑わないんだ。私の心が現れるようだ。私の心の汚さが。そこまで妹さんを大切に思っているなら、うん、妹さんが元気になればもう悪いことはしないと思うんです。確かに。と世間知らずのお嬢さんは言っているが。そういうこと言うからさ、嘘に聞こえるんだけど。ギャメル、あんたもそれでいいのか。異論はない。異論はない。異論はない。本当かよ。うん。じゃあ俺は行くぜ。悪いことしなければそれでいいよって。すまなかった。恩に着る。反省した。人が変わったようだ。すみません。助けてもらった上に勝手なこと言って。いや、あなたがいいことしたからですよ。むしろ感謝している。うん。危うく救える人間を見放してしまうところだった。私も間違いに気づきました。ありがとう、セレスト。いや、さあ、きっと捕まえてなかったら仲間になったのかもしれないね。見逃してたら一番最初。ちょっと後悔。助けていただいたのは私の方ですよ。いい子だな、セレスト。そうですね、めっちゃいい子だな。ご迷惑でなければ私を解放軍に加えてもらえませんか。来てください、お願いします。それは構わないが。ありがとうございます。やったー。多くの人を救うため必ずお役に立ってみせますので。いい子だ、いい子が来てくれた。ものですが、どうかよろしくお願いします。どうしよう、1位になってしまった。好きなキャラ1位。踊り出てきたよ、セレスト。アレインがひるんでたからね。よしよしよし、なんかもらった槍。ただ攻撃魔法、魔力が上がる槍ってさ、元々のメンバーはあんまり使えないんだよね。それではよろしくお願いいたします。イエーイ、これはイエーイですね。完全に一部隊あたりの配属数を5人まで増やすことが可能になりました。マジか。マジか、めっちゃ嬉しい。部隊強化するため砦へ向かい配置を増やすのがよろしいでしょう。そう、4人じゃねこの編成できないなっていうのがあったから、5人になると幅が広がるね。またでちょっとさ、そういうのも見るために行ってみようかな。砦にやってきました。ユニット拡充200いるのか、勲章。また勲章貯めなきゃ。まだクラスチェンジしてない人も結構いるんだけどな。アレインのところを増やして、あの経験値さもらえる人たちを増やしたいかも。いや、貯めよう。それで今ちょっとさ探索してて、これ一体何なんだろう。調べる。ここの何、水かけ橋、エルトリンでしか起動できないのよね。あー、なんかクエストが出た。フィールドクエスト、誰だろう、エルトリンデって。ミコにしてロザリンデの妹エルトリンデがいる。まずはラールハル近郊まで到達しよう。あー、なるほど、そういうことね。どこにいる。あ、びっくり、びっくりマークがある。よし、よく聞け。抵抗勢力の指揮官イシリオン、この町に見たという報告があった。確認終わるまで町の出入りを禁ずる。エイス様、何かの誤解です。どうかご容赦ください。町長、お前も覚悟した方がいいぞ。報告が本当であればお前の命はない。なんてことを。
なんか追加された。いやいややめてくれいっぱい来るな。これ何、またびっくり、なんてことをしてくれたんだ。イシリオン様は立派な勝手よ。横暴なゼノラ兵の行動を黙認した父さんたちとは違うわ。彼はエルヘムのために戦っている。なぜわからないの。私だってそんなことはわかっている。だが私たちには力がないのだ。この町ですらゼノイラ兵を追い出せないのだからね。町の人が困っているみたいなら見過ごすわけにはいかない。何あのマーク出ないけど、あのマーク出ないけど、クエストマークが出ない。あ、これこのマーク、マークが違う。ちょっとね、動画の時間が短くなっちゃったので、すでにねここもやっていきたいと思います。港町クラニヒ解放戦、局地戦。ただね、敵のレベルがさ高いって、こんなになる恐れがありますって書いてるんだけど、ちょっとねやってみようかな、やってみようかなと思います。負けたら負けたでいいでしょう。なんかいっぱいあるね、いっぱいある。トラバサミってさ、敵軍本拠地、ここはもうジョセフに出てもらって、何なりとヘビースイングで全部壊してもらいましょう。もうちょっと奥まで行けないかな。まあこんなもんか。でこうやって、よし、これでアレインが出る。アレインはね、大体勝てると思うんだけどな。こっちの方が近いか。で先にこっち行って、でジョセフ、私めにお任せよ。ジョセフが倒せないから、ジョセフは帰ってもらって違う人を出してくる。格好の的か。クイックアクトでよかった。撤退させていただきます。で、ヤーナだそう。私が出るわ。範囲がどう出るべきか。範囲が入るところまでちょっと下がって。ここだな。さて、よし、到着した。来てもらう。さあ来い。これで行こう。よし。アレインなら勝てる。アレイン勝てる。どう出るべきか。向かおう。でこっち行って、ただヤーナが勝てるかどうか。まあ、ヤーナでも勝てるね。任せといて。当たっちゃったな、やっぱり当たっちゃった。俺が相手だ。アシストはいらない。やったぞ。ベレニスがやられちゃったベレニスがやられちゃったけど、なんとかなるから。行くぞ。ちゃおう。行くよ。ヒール、 HP だもんね。生き返らせらんないな。アイテム頼ろうか。そしたらすぐに向かうわ。さあ来い。行きましょう。勝利を積み重ねよう。3人でも行けちゃうっていう。ただアイテム使わなきゃきついな。ナッツ食べて生き返らせて。ここだね。俺が相手だ。でアシストはいらない。やったぞ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 だけど、どうしようかな。任せといて。で考えるんだ。もう使いましょうアイテム。新しくね、ヒット出すのもさ、わかんない部分があるから。で、ナッツ1個食べて、で、さて、アイテム、生き返らせるやつ。これか、これで、で、ポーションの S。うん、これで、なんとか、どう出るべきか。なるだろう。
ね、スタミナ2あるから。よし、行け。さあ来い。槍の子たちが強いね。で、これなんかない？見せてあげる。あ、バイタライズあったんだね。バイタライズあった。支援の場合ダメージ。さて。ロイヤルオーダーとかでもいいよ。おい。これでいい。経験ジャップ。よし。いけるいける。俺が相手だ。アシスト魔法もいらない。さっきアシスト出なかったのか、やらなかったね。体力の限界だ。戦闘でレベルが2上がったベレニス。すごいな、ロイヤルオーダー。いやー、びっくり。だけど全然勝てた。レベル高いけど大丈夫って出たけど、全然余裕だった。アレインたちは、アレインたち限定だけど。勲章増やしてさ、とりあえず部隊編成5人にしたい。よし、解放戦、港町クラーニヒ解放戦行けました。やった、名声も増えた。町を解放してくれたのか、感謝するよ。また争いに巻き込まれないことを祈るばかりだな。さあ、これでなんとドラケンガルト全部クリアだよ。ほらだよね。あとなんかこの辺、これがよくわかんないんだけどな、もうこの辺がなんか残っておりますが、無事全部クリアです。ということで今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ポナヤでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。